中央建設工事紛争審査会が置かれている中央合同庁舎第3号館建設工事紛争審査会は建設業法に基づき建設工事の請負い契約に関する紛争の解決を図る公的機関である。専門家により建設工事の請負い契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づき国土交通省に 中央建設工事紛争審査会が各都道府県に都道府県建設工事紛争審査会が設置されている。委員及び特別委員が置かれる。委員は審査会の運営も行うが、特別委員は個別事件の処理のみを行う。いずれも任期は2年であるが、再任もされる。法律、建築、土木、電気、設備、一般の各分野の委員がいる。あくまでも、 工事の貸しや代金未払いなど、工事受け負契約をめぐる、紛争の処理を行うものであり、不動産の売買や設計に関する紛争などは、取り扱わない。申請人は、圧戦調停、仲裁のいずれかの手続きを選択して申請する。ただし、仲裁の申請をするには、当事者間に仲裁の手続きを取る合意があることが必要である。なお、 審査会の行う調停や仲裁の手続きは原則として非公開である。各審査会が扱う紛争処理の管轄については以下の通り。また、当事者双方の合意によっても管轄審査会を定めることができる。当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき、当事者の双方が建設業者で、 許可ををした行政庁をことにするき当事者の一方のみが建設業者で国土交通大臣の許可を受けたものであるとき当事者の双方が当該都道府県の知事の許可を受けた建設業者であるとき当事者の一方のみが建設業者で当該都道府県の知事の許可を受けたものであるとき当事者の双方が許可を受けないで建設業を営むものである場合で その紛争にかかる建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき、以上のほか当事者の一方のみが許可を受けないで建設業を営むものである場合で、その紛争にかかる建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき、ありがとうございます。